絶対勝っちゃダメです。ちょっとカービンが安定しないとかさ、まあ、スピード出した時に安定感ないとか、うん、弱点ばっかりやから。そうどの板も一番ダメ。一番ダメ。道具を選んだら、うん、デメリットもあるんだよって。うん、はい。今回タイトルのある通り、はい、買ってはいけないスノーボード。はい。まあ買ってはいけない。みんな買ってません？まあまあ買うでしょうね。うん。そうだね。絶対買っちゃダメですから。うん、あ、そう。これ動画で言う。いたわ。ああ、ここからね。うん、ああ、なるほど。じゃあちょっとじゃあまたお願いしますよ。その絶対買っちゃダメです。ダメなんですね。はい。うん、じゃあまず1個目、うん、パウダーボード。ほう、パウダーボード。はい。まあ要は流行ってるっすよ今。はい。こういうタイプ。まあまあまあ見るな。こういうの。こういうタイプ。絶対買っちゃダメです。こういうタイプ。おお、そう。結構乗ってるこういう形になってる人好きやろ。こういう形。俺は好きやけど。ノーズが太くてテールが細いんですよ。はい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 。まあパウダーボード。ノーズが長くて、うん、テールが短いです。うんうん。これね、うん、パウダー行く用の板なんですけど、まあでしょうね、これでもスイッチがしにくいんですよ。まあ確かにぐるぐる回したりとか、あ、クワ取りがしにくいとか、うんうんうん、あとパークで入りにくいとか、うん、まあそれはあるやろ。あと接調がさ、うん、短かったりするからさ、まあ、パウダーボードちょっとカービンが安定しないとかさ、まあ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 確かにものによってあるからさ、うん、絶対買わない方がいい。絶対買わない方がいい。絶対買わない方がいい。結構断言した今パウダーボード、うん、結構断言したな。絶対買わない方がいい。あら、そう。俺も持ってるけど、うん、うん、絶対買わない方がいいらしいですね。はい。じゃあ続きまして、はい、カービングボード。カービングボード、はい、まあまあありますね。もう買う。まあまあまあ、うちょっと作ってんねんけど。作ってますね。絶対買わない方がいいです、これ。あ、これ買わない方がいいですか。当たり前じゃないですか。評判ええとか聞くけど、うん、カービングボードって、うん、まあ割とよく言われるカービングボードって有効位置が長いんですよ、うん、まあまあ言いますね。有効位置長いんで、長い、取り扱いが悪いんですよ。あー、なるほどね。こう長いから、ね、そう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 、はいはいはい、取り回しがしにくいとか、うんうんうん、あと重いのが多い。あ、カービングボードは、うん、へえ、そうなの。そう、安定感出すためにちょっと重かったりもするし。あー、なるほどね、うん、で、ちょっとメタル入れたりして硬くなってるのとか、うんうんうん、こうやってワイドにして重くなるんで、うんうん、あの、くる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 回したりしにくいし、まあ太いとかそういうのもあるしね、うん、そうそうそう、うん、あと有効位置長いキャンバータイプのカービングボールとかは、うん、パウダーで浮きにくい。パウダー難しいから。あ、そうなんすか。うん、へー。フルキャンバーで有効位置長いと、うんうん、ちょっと立てただけでノーズの方がグンって入ってくる。ああ、そういうことか。そう、あ、なんか長いから、だから絶対買わん方がいい。はい、やめた方がいい、マジで。あ、そう、うん、コインのモード好きな人のイメージ俺の中ではあったけど、でもイグさんの言うの買わん方がいい。絶対買わん方がいい。お、ほんま。絶対やめた方がいい。あ、ほんまにか。あ、そうか。うん、ほんなこのノリで、もまだあるってことですか。じゃあ全然あるよ全然ある全然あるよ。あ、そう、うん、はあ、ほな、じゃあもう一個じゃあいいっすか。いうん、3つ目、まずグラトリボード。あ、グラトリボード、まあ、絶対買っちゃダメ。グラトリボードは結構乗ってる人のイメージあるけどな。絶対買っちゃダメグラトリボードは。割と見るけどな、グラトリボードって、うん、しなやかでもちろんグラトリしやすいようにしてたんですけど、やっぱりちょっとこうパーク行くときに頼りなかったりとか。あー、まあまあ確かに、うん、それはそうやかもしれない。確かに、うん、スピード出した時に安定感ないとか、うん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 、まあ、それは確かに言われてみればあるかなと思うけど、弱点ばっかりやからそうどの板も結構グラトリボード乗ってる人多かった。パウダーもグラトリボードってそんなに長くないのを選びがちやから、うん、長く選んでしまうとグラトリボードのさ、うん、メリットが薄れるわけが重くなって、まあ確かにね、人間の力で回すからさ、うんうん、やっぱ短い方は回しやすいし、うんうんうん、でパウダー行った時とかさ、うん、浮かへん。確かに浮かへんですね。やろ、うん、だから絶対グラデボードは絶対買っちゃダメ。買ったらあかんね。絶対買っちゃダメ。もうそう、うん、難しい。板選びって難しいですね。うんうんうん、あ、穴あるんすか。ランドリボード。あ、まあ聞くね。ラントリ、はい、ありますね、ラントリ。だからカービングもできてグラデもできますみたいな。まあ聞きますね。絶対買っちゃダメえ、そんな2個もなんかええところ持っとるやつやのにダメない。ダメ。あ、ダメ。だってカービングボードには絶対劣るもん。いや、まあ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 、そりゃそう。グラトリボードは絶対グラトリしやすいから。そりゃで、トップかって言われるぐらいやからね、うん、だから絶対ダメ。あ、ダメない。絶対買っちゃダメ。2個もええやつやのにね。そう、おー、そう、絶対ダメ。難しいな、痛いやって。パークも行けへんし、そんなに。まあ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 、パークも行くよりもそんなに調子もない、まあ、そう、調子悪いとか苦手な分野なんかもしれんけど、そうそうそう、だから絶対買っちゃダメよ。おー、そう。買う板なくなりません？いや、ないよ、カービンだ。じゃあさ、うん、逆にさ、
これだとどうなんですか、逆に聞いてみんか。あ、逆に、うん、あ、じゃあじゃあじゃあ普通によ、うん、あ、これとかどうですか。あー、このシリーズ、まあ、長袖でもいいですけど、このシリーズ今、あ、オールラウンドボード、あ、そう、言うじゃないですか、こうやって何でもできるタイプの板、ね、そう言われる板じゃないですか、こいつ一番ダメ一番今ワードとしてはすごいいい、なんていうの、その何でもできるっていう、オールラウンドボードやろ、そう、だから言うじゃないですか、うん、で、いいじゃないですか、オールラウンド何でもできますやろ、そう、あの、5強化で全部100点取るやつがおる、うん、まあまあたまにおる、たまにおるけど、たまにおるけど、ね、けど、うん、すごいやつおるけど、うん、お、ダメだ、ダメ、あの、あ、そう、パウダー生かしてもパウダーボードではよかないし、カービング刺したらカービングボードではカービング切れないし、いや、まあ確かに、グラトリ刺したらグラトリボードほど乗れないし、うん、パーク生かしてもパーク用の板ほどはいけない、確かにね、うん、まあそりゃそ そうと思いますけど、あ、それがいいかなと、だからやめた方がいい、逆にやめた方がいい、なるほどな、買う方がいい、ああそうか、そう、あ、そうか、オールラウンドって聞くからね、なんかこう、うん、全部を凌駕するみたいなイメージがあるから、こっちとしては、ね、絶対勝っちゃダメ、あ、そうな、オールラウンドボール、あら、そう、うん、ライスオールラウンドしか好きじゃない、そうじゃないですか、たまに勝ったらダメと、ダメダメ、全然ダメ、おしないタイヤが見てるし、買えますみんな、でも何も買ったから、好き買った時、好き好き買った時、逆に、うん、あ、スノボの板はもう買うなと、うん、ダメ、全部買ったからスキーなんや、そう、まあ、今、まあ、いろんな種類出てきたけど、そう、ね、パウダーとか出てきたけど、あかんにゃ、あかんす、お店の人にさ、これがいいよとかってさ、うん、説明されてもさ、うん、いいとこしか教えてもらえないじゃないですか、まあ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 、うん、そのお店を批判したりとか、うん、ね、僕らメーカーがいいよっていうのはもう、うん、もちろん当たり前、うんうん、お店を批判したりとか、そういうんじゃない、うん、メーカー批判したりとか、うん、そんなんじゃなくて、うん、いいよっていう情報は世の中に溢れてるんで、まあ、みんな知ってる人も多いやろしね、溢れてるんで、うん、デメリットっていうのをやっぱ言ってるからなと思って、あー、なるほどな、うん、うんうん、何でもできるは、うん、全部80点とか、あー、まあ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 、もちろん中にはこの2つ超特化してるみたいなのもあるけど、うん、そういったってやっぱどっか弱点絶対あんのよ、まあ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 、それは自分にとっての滑りで、うん、いや俺はこれとこれしかせえへんねん、うん、パウダーしか俺は滑らへんねんって人だったらパウダーボードいいんやけど、はい、確かに、でもたまにスイッチもしたいんですよねって人は、うん、カチカチのパウダーボードでダメやし、まあそうね、やりにくいかもしれないからね、だから道具を選ぶときにどういうデメリットがあるのかっていうのを、うん、あー、なるほどな、知った方がいいと思う、みんな、うんうんうん、そう、それを知らずに、例えばこの板でこういうのができないです、はいはいはい、例えばじゃあめっちゃ柔らかいグラトリーボードでさ、うんうんうん、ちょっとカービング難しいんですよ、はいはい、まあ確かに結構相反するのやからさ、有効エッジの長さも全然違うし、うんうん、道具としての性能が違うからさ、うんうん、言ったらさ、F1 でダート走るのもないからさ、まあ無理や、まあ反対みたいな感じだからね、そうそうそう、うん、いやこの車全然荷物乗らんわー、マツダロードスターみたいなまあちょっとね、その楽しむ部分がちょっと違うやろ、ね、そういう感じなんですよ、うん、そういう感じの人が結構増えてきてる最近、うんうん、あー、そう、いやこの車ほんまコーナー弱いんすよ、うん、ハイエースハイエースはな、ちょっとしゃあないね、重心高かったりするから、うん、そういう車じゃないから、ね、そうそうそう、荷物を乗っける車、そうそう、人や、ね、荷物運ぶ車やからね、うん、そう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 、だスノーボードも同じ、何のために作られた板で、うん、実際どういう滑りをするのに適してるのかっていうのは、やっぱりそれはメーカーのプロモーションで出てるんやけど、うん、逆にどういう滑りがしにくいのかっていうのも、うん、自分で考えて推測せなか、ああなるほどな、うんうんうん、それを出してるところはほとんどないから、なるほど、うちも多分言えてないと思うし、でもなんかざっくりさ、例えば、うん、ああいうカービングボードとかパウダーボードってスイッチしにくいし、うん、とかセッティングにももちろんよるけど、うんうん、けどなんかそういうメリットデメリットが絶対存在するから、まあ そうですね、その自分の持ってる道具の、うん、いいところはどこなんかっていうのを知った上で、うんうん、弱点どこなんかって知っておくと、うん、あ、じゃあこの弱点の滑りはちょっとやめとこかとか、うんうん、ちょっと滑り方でごまかそうかとか、うん、セッティングでリカバリーしようかとか、はいはいはい、はたまた別の板買おうかとか、うんうん、できるし、ね、確かにね、でその板のいいところは、うん、いいところでずっとそれ乗り続ければいいから、うんうんうん、っていう道具の選び方をした方が確かに、なんかいいお買い物できるんじゃないかなと思って、おお、なるほどね、うんうん、もう結構物を買うの好きやからさ、うんうん、結構調べて、うん、使ってこれはどうやったとかっていうレビューをして、はいはい、自分の中で結構こうあれは良かった、これはどうだった、うん、自分には合ってた、うん、世の中的にはこっちの方が人気だって、うんうん、やっぱあるから、そうやね、それはあるね、うんうん、そういうのをみんなにこうちゃんと物選びとしてね、うん、やってほしいなって思うんで、ああなるほどね、そう、うん、だから全部買っちゃダメ
うん、いやだ結局そこになるんや、うん、もうスノーボードせっかく今みんな楽しんでもうだから次何どんな板買おうかなとか今楽しみにしてるんだけど一周して全部買ったんだなってるところを一周して全部ぶった切る感じやろ、そう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 、買うなーっつって、そう、まあ、そういう感じでこう道具を選んだら、うん、デメリットもあるんだよって、うん、自分の板で自分の滑り方だとこんなことがしにくいとか、うん、絶対あるから、うん、道具だけじゃなくて自分の滑り方とか、うん、ブーツとバインダー相性もあるから、うん、その辺もちょっと自分で考えて、うん、俺もいっぱいいろんな動画出してるから道具のセッティングの話とかめっちゃ出してるから、ね、うん、そういうのを見てもらって勉強してもらってもいいし、実際自分で滑ってどうやったんかっていうね、うん、インプットとアウトプットしまくって、うん、楽しいスノーボードライフを皆さん送ってくださいよっていう話でございました。最後はええ感じやね。そうそうそう、楽しんでいただいて、そうそうそう、まあ楽しむためのヒントをこうやって動画で出していけたらええかなと思ってるんで、うんうんうん、まあ、今回動画撮りましたと。そうやね、はい、で前やったさ、うん、やっちゃダメな滑り方、ああありましたね、うん、はい、そのバージョンもちょっと動画見てほしいんで、みんな、あ、そっちもね見て、うん、みんなやってるって絶対この滑り方やっちゃダメな滑り方あるんでそっちの方もぜひ見てください一回ね、はい、うん、ここにカードピョコンって出てるから、はい、じゃあ参考になった方はチャンネル登録といいねお願いします。板は買わないでください、どれも。